そこから右に曲がると天満南街商店街、スーパー玉目方面、そして関テレ、関西テレビとキッズプラザ大阪方面に行くことになるんですが、最初は天神橋4丁目を歩きながら天満駅を左に3つ進んできます。正面に目を向けると阪神高速12号森口線の高架がかかり、その先に遠くを目を向けると OAB タワーが見ることができます。駅の東側に差し掛かってきて右手に天満年金事務所が見え、そして天満駅の高架下にはドンキホーテが入っているんですね。そして信号に差し掛かってきて、ここから急な下りと上りに入ります。ここで阪神高速12号森口線の高架をくぐり抜けて、今度は JR 大阪環状線をちょうど今内回り電車が通ってきているところですが、右に見ながら左にカーブを切って、ここで切ってきて直進上の道を進んでいきます。まあ今まで通ったことのない道を通ってくるということですね。今回は休日の朝に取材しているんですが、外回り電車の方も、まあ、少しですね待っているという状況ですよね。その先にこの電話のような倉庫があるんですが、それが NKC になっていて、そこから先を進んでいくと大阪市環境局の北部環境事業センターの建物が見えるということになります。少し過ぎた形になったんですが、左手のレンガの建物が中西金属工業の一部なんですね。そして右手を住宅地、マンションと一戸建てを進みながら、少しずつ道幅の方が狭くなってきます。そしてそれと同時に天神橋から天満橋の方に入ってきて、3丁目を歩いていることにもなります。そして右に曲がって JR 大阪環状線の線路下をくぐり、天満橋から同心へと入ってきます。そこから右に曲がると源八橋のバス停があって、扇町から大阪駅前方面に行くことになるんですが、今回はそこは行かずに、いわゆる南東方向向きに進んでくるということになります。南東方向へ進んでいくと、左手東側に帝国ホテルの大きな建物が見えてきて、いわゆる OAP タワーの周辺に行くことができます。まあ、ただこの左側の道は行かずに、ここから直進の道、南下する形で進んできます。そして左手に目を向けると OAP タワーが見えてきます。そして同心は2丁目から1丁目へ入ってきて、東側に4階建ての校舎があるんですが、こちらが桜和高校なんですね。桜はこのように書きます。桜の桜に和歌山の和、和と書いて桜和高校。その校舎内にはちょっとフェンスで見えにくいんですけれども、いろは順に書かれている二松会の記念碑が置かれてあります。そしてグラウンドがその西側右手にあるということなんですね。その桜庭高校の校舎とグラウンドの間の道路を通ってきますが、同心から桜井ヶ町の方へに入ってきたことになります。以前は大阪市立扇町総合高校という名前だったようなんですが、私立から府立に移転され桜和高校という名前に変わったようなんですね。桜和高校と4つの高校の持つ校舎から少しずつ離れてきているんですが、そうすると右手の方にはこのように松の木神社の小さな神社があります。桜和高校周辺を後にして少し南東寄りに進んでいたんですが、また南向きの直進の道に入り、そしてその先には国道1号曽根崎通りが見えてきました。そして東天満の交差点に差し掛かってきて、この信号を渡ってきます。
その先を進んでいくと南東寄りという形になるんですが、その先少しですねカーブする形になるんですが、そこから総選挙区方面へ行くことができます。そして今ちょうど今28号車のオンデマンドバスがあるということですね。少しだけ国道1号の曽根崎通りを東に行ったところで右に曲がり、ここから天満バス筋の方を進んできます。そしてすぐに滝川歩道橋が見えてきて、大阪馬肉屋というネーミングライズがついている歩道橋を過ぎてくるところなんですが、そこを過ぎると東天満南の交差点に差し掛かります。東天満南交差点を過ぎてくると歩道の方が一気に広くなります。そして天満バス筋の方もこのように3から4車線と幅広い道路になってくるんですね。ちょうど今天満に交差点を過ぎていって、その先すぐに天満1交差点が見えます。そして天満に天満1の交差点の間に左手の方には象印のビルがあります。今歩いている天満バス筋は府道30号の一つにもなっていて、そこからバイパスを上がっていって下ってくると谷巻4丁目、そしてその先天王寺へと行くことになりますが、そこは行かずに南の方に向かっていくと、その先には天満橋が見えてきます。風もほとんどなく穏やかな大川、いわゆる京阪天満橋駅の八軒屋浜の船着き場の右手東側というところになりますが、そこに来ました。いわゆる天満橋駅北口ということで考えた方がいいかもしれませんけれども、ここで結果を紹介することにします。今回はここでフィニッシュになるんですが、今回は JR 天満駅から京阪天満橋駅の方まで北口になるんですが、時間にして30分37秒、距離にして 1.95 キロ、3171歩の216キロカロリー、まあ、天満駅を出てからは商店街の方は通らずに、最初は大阪環状線をですね、まあ、くぐりながら進んでいって、まあ、そこから南東方向に向きを変えながら南へ南下しつつ、国道1号を横切って天満バス筋から天満橋を渡ってここまでというところで、まあ、国道1号や商店街に行っていると少し距離があったかもしれないんですけれども、まあ、南東方向に行くと天満橋駅方面へ、まあ、天満駅の方から、まあ、近道で行けるんではないかなというふうに思いますよね。この大川の付近はですね、7月25日、7月天神祭の船渡御のですね順路になっているんですが、まあ、新型コロナによる影響で、まあ、3年間ですね2020から22年にかけて取りやめが続いているんですけれども、まあ、コロナが5週に移行することにあってですね、この大川に船渡御の活気が戻ってくることを願いたいというふうに思いますね。ということで今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。